マイダディがお吸い物に お餅を入れてお雑煮を作ってくれました。美味しそう、寒い、美味しそう、あったかい、あったかい。いただきます。いただきます。今ドスッピンなんでめっちゃ、あ、やばやばいですけど、気にしない人は気にしないでください。気にする人は見ないでください。でも見てください。いただきまーす。でも猫自体から冷ましてった。まずは他のものからいただきます。おせち料理です。気持ちは分かるけどな、うん、私も子供の頃にあのカップヌードルがめっちゃ好きやったもん。あのおにぎりもコンビニのおにぎりの方が好きやったもんな。多分ハム食べるな。ハム、ハム、ハムも朝1回食べた方がいい。ハムはやめとくわ。肉系はなるべくあのバス乗る前にあんま食べるようにした方がお腹痛くなる。うん、うん、うん、お餅はやっぱりいいね。お餅っていうのは絵面がやっぱ良くなるよね。冷凍の餅だからな。あ、そうなん。ねえ、やっぱ柔らかさが違うね。うん、おいしい。柔らかい、もっちもちや。うん、マイダディがバターを煮たくってくれました、自分がやるとねバターが多い多いって怒られるので削ってもらいました。3倍増しバター、いただきます。それともビーカ、いただきます。結果発表、バター3倍増し。うまっ。ほんまに美味しいね、これ。めっちゃ美味しい。002号に乗って帰省してま…違う
上京してまいりました。いや、上京というべきか帰省というべきか、もはや東京が私のお家です。ということで、まあ、詳しく言うと東京じゃなく埼玉なんですけど、まあ、そんなことはどうでもいいですね。3500円のナイトライナー居心地よかったとは言い切れなかったです。満席に近い状態でしたので、もともとナイトライナーこの前使った時にすごくゆったりとした感じだったんですけど、今回は結構ぎゅうぎゅうな感じで、まあ、寝られなかったですね。はい、なのでこれからお家帰って寝たいと思います。まあ、今年は YouTube もちゃんと頑張るということで、前の動画にも増して何もならない動画ですけど、まあ、どっかのカットに挟もうと思います。では皆さん、ごきげんよう。